できてないホテル書いてるから、あの部屋の明かりがどういうふうにつくのか分かんないみたいな、全部明かりがついてるのおかしい。いや、まあ、もちろんおしゃれなんですね。でもね、僕はあの最初に、60年代の終わりに原宿っていうのが、あの、ヘイボンパンチかな、ああいうところの原宿がかっこいいと言われて、あの、来た親戚も本当に引っ越したやつがいて、そいつがそういう入り物がすごい好きなんで、一緒に原宿に行こうとか言ったら、その原宿の店っていうのは、もう点々としかなかったんですね、あの頃は。まあ、何人かこう、仲間のようなやつがいて、そういうやつに夜あの呼び出されて、どっか食事行こうみたいな感じで、それでまあ、9時、10時ぐらいまで遊んで帰ってきて、夜中仕事するって感じで、一応ね、あのまあ、大体洋服関係の人が多かったので、だから、洋服のデザイナーとか、靴のデザイナーとか、で、結構まあ、そういうあの、みんな遊ぶ人っておしゃれなとこ行くじゃないですか。で、そういうのに連れて行ってもらってね。34歳ぐらいだな、今からまあ38年後の話、原宿の有名なのミラビアガっていう、ミラシリーズの中の一番古いやつですよね。まあ、あの東京にして原宿を通ってて、すげえいいビルだなっていつも思ってたんですよ。 3LDK ぐらいになって全部壊してワンルームでした。パイプスペースが上じゃなくて床にあるんだ。それであの天井を落として、いやそれはあの73年の実はアメリカに行って、アメリカにロフトみたいなの見たんですよ。でロフトみたいなやつがかっこいいなと思ってたから、そういうのを作った。だから僕はそこにそれであのコルギーの家具入れたんですよ。であの頃はまだカシーナが小さい会社だった時代で、でたまたまそのインテリアデザイナーを買うと割引になったりしたんですね。今はならないらしい。それでカッシーナから全部あのコルギーの家具を買って、その頃はあの家具はね船便でイタリアから送ってくるとか、そんな時代でした。だからバブルのもう始まりです。ロンバケの元になったりですね、あれはたまたまあのワインメーカーの広告に書いてあるんですね。それがあの絵本を出す話があって、その時にあのポジにちょうど取ってあったから、そのポジを渡したらデザイナーがそれを用紙に使って、それでロングバケーションっていう絵本が出た。まあよく言うんですけど、レコードの前にまだ絵本があったんですね。でその後大滝さんがそのレコード化した。昔は悩まなかったんですね。今すごい悩んで書いてる。だからなかなか筆が進まない。まずあので今書いてるように一応塗りつぶしてから考えようみたいな、その上に書き足していったり消したりしながら、これからどん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 埋めていって、埋めたり消したりしながら、まだ悩みながら書いてる。